皆さんこんにちは、滝沢勝成です。宝部亮次です。イエイイエイ。1本目の動画が終わって、宝部さんが小1時間練習してくださいました。イエイむずい。ちょっとゆっくりやってみますか。今ちょっと1時間の練習の成果を、はい、うわ超怖っ。早速だな。1時間の練習の成果ですね。はあ、ただでさえできないのに今度発表会みたいになるとちょっとあれですね。どう？わお、素晴らしい素晴らしい素晴らしい、できましたね。ずっと叫んでるんだよ。分かってるけど、このできないこのもどかしさみたいなね。いい感じでございます。はい、わあ、おめでとうございます。宝部亮次さん、A メロマスターでございます。わあ。見とけよ、この野郎。じゃあこの2本目の動画ではですね、この右手と左手のリズムと、あとペダルの使い方をですね、はい、練習してみようかなと思います。はい、コードは変えなくてもいいので、はい、まず G からいきましょうか。 G はい、これで、そして左手が、そうですよね、左手がそうですよね、そうですね。で、この曲のリズムだったらこんな感じでいきましょう。右手はワンツーワンツーで、左手がブーンボンボーンボンボーンボンボーンっていう感じ。ペダルなんですけれども、はい、で基本的に右足はその踏みっぱなしなんですけど、コードを変えた瞬間に一瞬離すって感じなんですよ。ほう、踏みっぱなしでコードを変えた時に一瞬離す。タイミング的には今そのワンツーワンツーってやってる時のワンの時にコードを変えることが多いんで、ワンを弾いたら離す感じ。ワンを弾いたら離す。普通に踏みっぱなしにしていて、ワンツーワンツーワン、そのイメージです。そうです。ワンで弾いたら弾きます。ワン、ツー、一、二、一。弾いたら弾きます。一、二、一、二、一。ちょっと待ってよ。これに左手をつけろって言うの？いやさ。え？G と C だけ。バカできるの女やったろな。G と C だけ。もう早速間違ったもん。ちょっと待って。で、その時 C に行くんですけど、右手がこうやって、どうして、ちょっと G と C。
けしましょうか。手順なんですね。はい、そうですね。で、それをあのもういつもさっきやってた通りそのコードチェンジをしていけば、バッチリって感じですね。そうですね。ペダルを回すと1で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  はい、ありがとうございます。はい、でこれでまだ15分ぐらいですよね。15分ぐらいです。おお、すごい。15分ぐらいでも第2ステップもまたペダルも使えるようになっちゃって、これはまたすごいねっていうね。いや、すごくね。本人、腑に落ちず。そうですね。まあ、これで手順は分かっていただけたと思うので、分からないから分かるようになったならば、その次はね、そのご自宅で練習していただいて、できないからできるへ、はい、していただくターンでございます。はい、はい、じゃあまた、この動画を見返して復唱していただいて、はい、はい、頑張ります。突然一曲丸々いけるように練習していただければなという感じです。はい、はい、何か分からないところとか疑問点とかありますでしょうか。もう分かんないのはこの僕の体なんで。どうして言うことどうして言うことを聞かないんだっていう。なんでお前は出に行くんだっつって。頑張ります。はい、ありがとうございます。はい、ではちょっと1本目の動画でね、ラベさんがちょっと言ってくれた、そのなんでこんな押さえ方になるんだっていう話なんですけども、あ、はい、まあ、厳密に言うとこの G のところも普通の G じゃなくて G&9 っていう、コードになります。ちょっとこのラの音が加わることで、うん、そうですね、このラが本当はいらないんだけども入れてしまって、なんかいい響きにしちゃうみたいな、そんな感じのものです。で、これ本当なんで入れてるかっていうと、本当単純に響きがいいからっていうのと、あと音のこのね、数が多くて厚みがあった方がその重厚感というか、そのね、どっしりした感じが生まれるので、なんかできるだけたくさん弾いていきたいところなんですよね。はい、ほんとちょっとした違いなんですけども、こういうね、プラスアルファが全体的にあるかないかでだいぶ音が変わってくるので、ちょっと今回はプラスをしてみました。はい、はい、
他にも、Am のところ、C5B かなありますけれども、これも、コードネームで言うとすると Am9th っていう、コードになります。 Am9th、 はい、このシモとか加わることで 9th の成分が加わるという感じですね。 Am9th、 マイナーサードと 5th と、マイナーセブンスと、9th って言われてもちょっとあれですよね。これとこれとこれと、そうですね、順番に行くとすると、本当は Am ってこうなんですよ。ラドミ。そうですね、ラドミ。そうですね、その上にちょっとこの付け加えて、ソシも一緒にこう弾いてしまうっていう、ちょっと無理なんですけど。そうですね、これが Am9th っていうコードです。で、この右側にあるこのシとソの音をこっちに転換してきて。はい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 。こっち転換、そうそう、オクターブ下げるわけですね、シとソ、そうです。で、そうするとこうめっちゃこう隣り合ってしまって音がぼやけるんで、ラの音は省いてこういう形になる。なるほど。感じでやってます。こんな感じで音が、厚みが出てくるので、ちょっとプラスアルファで入れてるっていう感じですね。なるほど。はい、まあ、こういったものをテンションコードって言ったりとかするんですが、正直このね、テンションコード入れられるところ入れない、入れられないところ、なんかアベイラブルノートとかなんかアボイドノートとかって、そう理論的にあの体系立てられてるんですけども、正直あのね、あの弾いてみてかっこよかったら全て OK ってことなんです。うん、もうとりあえず適当にバーンとやってみて、あのいい響きじゃなったら全て OK っていう感じです。なるほど。で、今回ちょっと僕はあのこのコードをこんな感じのボイシングで弾きましたけれども、これ別に理屈があるわけじゃなくて、僕は今までそのピアノを弾いてきた中で、あ、なんかこのコードはこの音を付け足すのがいい感じ、この音を付け足すといい感じっていう、なんかこの経験に基づくところなので、別に理屈で考えているわけではなく、本当に単純に弾いたらかっこよかったから押さえようっていう、なるほど、そういうところでございます。ほう、まあ、ちょっとそういった滝沢エッセンスとかもね、動画をご覧の皆様もちょっとコピーしていただけると嬉しいなという感じでございました。はい、はい、それではあとは高鍋さん練習を、はい、お願いします。発表できる機会を作りますそうですね、はい、じゃあ今日のはこんな感じでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。それでは宝、あと滝沢カツというとゲストの宝部良二でございましたちょっとできなくてテンションが低めになっておりますけど、悔しいもう、じゃあ皆さんピアノ頑張ってね。じゃあね、バハハ、バイバーイ腹立ちますよね、普通もうやだもう